モバイルコミュニケーションズ G ゾネ G ゾネは、かつて歌詞を計算機及び歌詞をひたち、モバイルコミュニケーションズ NEC、歌詞オモバイルコミュニケーションズが、開発、製造、発売していた、対衝撃、防水、防塵性能を特徴とする携帯電話及び、アンドロイド搭載スマートフォンの各種ブランドである。日本では、au ブランドを展開する KDDI、 沖縄セルラー電話連合にて販売されていた。カシオの頑丈な腕時計、g ショックにちなみ、g ショック携帯とも呼ばれた。2000年に最初の端末 C303CA が発売された。カシオはこの g ゾネシリーズで初めて携帯電話事業に参入した。2001年発売の C452CA 以来、約4年間にわたって、 新機種が発表されていなかったが、2005年に G、ゾネタイプ R の発売によって復活、その後は再び新機種が継続的に発表されていた。2006年から2013年までアメリカ合衆国でもベライゾンライアレス向けに端末が提供されていた。また、韓国の LGU 向けにもに機種が発売されていた。2010年にカシオが 日本電機の携帯電話事業と交流して NEC、カシオ名義となってからは NEC ブランドにて NTT ドコモ向けに G ゾネを冠していない事実上の兄弟機種が発売された。2014年、京セラより開発コンセプトやデザイン形状での事実上の後継となるトルクが3月に MVNO よりドコモキャリアでトルク SKT01 が 7月に KDDI と沖縄セルラー電話よりキャリアモデルとしてトルク G01 が発売された。カシオ計算機時代カシオ日立時代、NEC カシオ時代は似たコンセプトを持つ NEC ブランドドコモ向けの端末。事実上の兄弟機種にあたる。一覧1、CDMA2001XEV、ドゥーレブ A 対応2、カロリーカウンターを富士3、 Wi-Fi 機能未使用次元機器器具の外閣による保護等級相当の防水性能とミル規格ミル STD-810 回準拠の対衝撃、防塵、防振、体質、対塩害、対日射性能を備える。ありがとうございます。